クラッシュ。こいつすげー、こんなにたくさん人がいるぜ。よみんな、こんにちは。お前たち最高ぜ。ちょっと待ってくれ、ウミガメの挨拶知らないやつも中にはいるんだな。じゃあ誰かにお手本やってもらうから、ケンタさん、はい、後ろの真ん中でさ、3列目でこっちの通路から2番目にいる黒い甲羅の君にお願いしようかな。いや、名前はなんて言うんだい。ジョーダンです。ジョーダン、クールな名前じゃないか。ではジョーダン、俺が最高だぜって言ったら、ジョーダンは両方のヒレを高く上げてくれ。準備かい、いくぜ。ジョーダン最高だぜ。おやるじゃないか、拍手しようぜ。ジョーダン最高だぜ、ありがとう。よし、じゃあガイドさん、次はさだな。じゃこっちの前でさ、3列目で内側の通路沿いにいる頭に水色の藤壺がついてることを話してみようかな。いや、君の名前は？カレンです。カレン、よろしくな。カレンは何歳？9歳。まだまだ卵から帰ったばっかりじゃないか。で、今日は誰と一緒に来たんだい？お母さん。お母さん、分かったぜ。一緒に来たカレンのお母さん、どこだ？切り上げて。隣だよな。いや、お母さん。お母さんの名前は？ヨシエです。ヨシエ、よろしくな。じゃあ、ヨシエに一個聞きたいな。ヨシエはさ、カレンから、と言ってももうちょっとちっちゃかった頃かな、質問をさ、カレンからたくさんされたっていう、そんな経験はあるかい？あります。そうか、俺の息子のスクワートも聞いてくるんだよ。なあヨシエ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。ヨシエ、教えてくれてありがとうな。カレンもありがとう。いや、実はさ、この間もな、スクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。協力してくれるならヒレをあげてくれ。すごい、みんな協力してくれたら嬉しいけどな。もう一回聞くぜ。協力してくれるならヒレをあげてくれ。あ、ちょっと増えたの嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。冗談、さっきの方が良かったな。増えて期待してるぞ。よし、それじゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間の家族ってどのくらいの大きさなの？だってさ。よし、じゃあ家族で来てる人、ひれ上げてくれ。お、いるな、いるな。じゃあ、クライトさん、こっちの前の4列目でさ、内側の通路から4番目のしましま模様の甲羅の大人に聞こうかな。いや、君の名前は？あ、マサヒロです。マサヒロ、よろしくな。マサヒロは何匹家族？4匹です。お、そのうち子供は何匹？2匹です。俺んとこ65匹。さっき言ったスクワートって子が末っ子でさ、他にも上からキアヌ、ルル、サンディ、ヨンディ、コーディ、ロクディ、マサヒロ止めてくれていいんだぜ。にぎやかでとっても楽しいんだ。教えてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。なんか俺に質問があるやつ、元気に指示上げてくれ。なんでも答えぜ。じゃあまずはさ、クラッシュ、前の子が質問あるみたいだぞ。おー、ハンク、ありがとう。クライトさん、まずはじゃあこっちの一番前で内側の通路から2番目にいる頭に貝殻を乗っけると君かな。いや、名前はなんてんだい？
じゃあこの俺に何が聞きたいんだ。何歳ですか。と俺の年聞いてくれんのか。俺な今150歳なんだぜ。でもまだまだ若いぜ。その証拠に見てくれ、俺の肌6つに割れてる。聞いてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の人は後ろの大人の遠慮すんな。元気に昼上げて。じゃあ次はさーでな。じゃあじゃあまた前かな。こっちの前のさ、じゃあ2列目で内側の通路から3番目の薄いピンクの甲羅の君かな。じゃあ名前なんてんだい。美穂です。じゃあ美穂の質問なんだい。体重何キロですか。あ、体重ってやつだ。 SS コロンビア号の研究員が調べてくれたんだ。俺のその体重とかいうやつはな300キロらしいぜ。人間ってどんぐらいなんだろうな。じゃあ、そのみんなの中でさ体重ってやつが300キロより、じゃあ軽いやつ引き上げて。あ、後ろに何匹か俺より重いやついるんだな。でもでっかいやついるんだな。お前たち最高だぜ。そうそう、スクワットからもう一個聞かれてたんだ。これさ、人間のもんなのかな。なんなんだ、わかるやついるか。高枝さん、わかりそうな。だ、こっちのさん。こうやって使うのか。聞かずに。わかった。まだわかりません。よし、また俺が答えるぜ。質問あるやつ元気に拾い上げて。じゃあ次はな。じゃあ後ろの真ん中のさ、3列目の一番こっちの通路沿いにいる、ほら薄い灰色かな、そこの大人に聞こうかな。いや、名前なんてんだい。純子です。じゃあ純子の質問なんだい。好きな食べ物は何ですか。お、食べ物か。食べ物だ。俺は青ウミガメっていう種類のカメでな、君から見るからこの下に生えてるみたいな海藻っていうやつをいっぱい食べるんだ。同じウミガメでもな、種類が違うと食べるもん違うんだぜ。例えば黒ウミガメとかオサガメなんてやつらはさ、クラゲを食べたりな、違うもん食べるんだ。俺たちは海藻を食べるんだけど、その中でも俺が特に好きなのはワカメ、海苔、昆布。ワカメ、海苔、昆布、この3つをこうやってバランスよく三角に食べるの一番好きなんだ。そうして俺の体こんなにでっかくなって、さっき言ったみたいに体重300キロあるってわけさ。純子もいろんなもんバランスよく食べて300キロ目指してくれた。お前たち最高だぜ。なんだこの音、ハイドロフォン壊れたかな。ハロー。あ、ベリーじゃねえか。あいつ面白いやつなんだぜ。はい、ベリー。クラッシュ、やあ。どうベリー。ハロー人間。ベリー、得意のエコロケーションみんなに見せてやったらどうだい。見てて、何か見えてきた。耳が4つある人間がいる。あの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。じゃあな。耳が4つ。何人かの頭に2、3枚刺さってる、それが。ベリーはね、耳じゃない。快感だ。あ、でもエコロ警察すげークールだな。誰かできっかな。じゃあ、あいつにやってもらおうかな。冗談。エコロケーション挑戦してみようぜ。今から俺がヒレをこうやって何本かあげるから、俺が何本ヒレあげてんのか目つぶったままエコロケーション使って当ててくれよな。
ではまず頭の横に両ひれを持ってきて、そうそう、その目閉じてうっすら見えちゃうといけないから顔は下の方向いておこうかな。そう、ではそのままさっきのベイビーみたいにうーって言ってくれ。せーの、うー、よし、ストップだ。また顔上げるなよ。子供たち答え言っちゃダメだからな。じゃあ冗談、俺が上げてるヒレは何本だ。一本。正解だぜ。拍手しようぜ。冗談さっきの冗談。待ちな、ここにいる人間たちがお前の質問に答えてくれたぜ。すごーい。だろ、お前たち最高だぜ。みんなうまい。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすげー嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。出口は後ろで、お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございました。